はい、こちらのお車はメルセデススベンツツ GLC250 ポーツでございま,す、えー、まず、GLC250 といいますのは、えー、と2016年のです、ね、2月にデビューしました、えー、C クラスの SUV 版のカテゴリーのお車になりましてこの GLC の前身はです、ねえー、前までありました GLK のモデルこの後継モデルとなっております。 GLK に関しましては左ハンドルの設定しかなかったんですけれども今回、この GLC から右ハンドルの設定になっておりますのでより日本の道路交通事情に合わせたハンドルの設定のお車になっております、はい、でいくつかグレードがある中でこちらは GLC250 のスポーツのグレードなんですが、えー、ベースグレードの、ね、GLC250 に比べましてまずこちら、えー、インチが19インチのアルミ入っています。 これベースグレードの250ですと、インチが18インチのアルミですので、1インチアップ、そして足回り、ですねスポーツサスペンションが GLC250 のこのスポーツは付くようになりますので、より足回りが強化されたグレードになっているという形になります。はい でお色は美しい紺のメタリックですね、えー、今だいたい中古車の市場を見ますと白と黒が多いんですけれども、えー、こちらはちょっと希少カラーの、えー、ブルーの紺のメタリックとなっておりますはい、はい、では続きましてトランクになりますけども、えー、これはですねハンズフリーアシストといって足をこうううに下にやると勝手に開くようになってますなので大きなお荷物ですね両手を塞がっている時も、えー、キーレスを出さずに、えー、足を こう下にやると自動で開くような形ですはい。そして閉めるときはこちらのオートトランクのボタンを押していただくと自動で閉まる仕組みになってますあとはトランクスペースのこのラゲ,ラゲッジスペースの容量ですねこちらはですね現在550リッターありまして先代の GLK に比べて100リッター容量アップしてますのでかなり大きな荷物たくさん詰めるスペースが確保されています はい続きまして後部座席になります、えー、かなりですねレッグスペース広いスペース確保されていますシートの状態も非常に良好でございましてこちらのお車は走行距離現在まだ5000キロのお車でございますのでまあ、状態もですね外装内装ともにほぼ新車の状態と言ってもいいぐらい非常に良い状態ですはいでは、えー、こちらですね前の座席の方です。 こちらも非常に綺麗です。ドアの内張りも綺麗ですし、シートの状態も非常に綺麗になってます。すごく新しいモデルなので、デザインもすごくインテリアがですね、かなり新しい作りになってますね。はい、それでは車内の方に移ってまいりました。じゃあエンジンをかけます。こちらも鍵が車内にあるだけでですね、プッシュスタートでエンジン始動が可能になってます。 かなり大きなモニターですね、こちら、ついておりまして、すごく見やすい位置になっています、運転席に私、座っても、ですねこのちょうどナビの画面が、フロントガラスにかからないぐらい、ちょうど下についてますので、フロント前の視認性もすごく良好で、全然です、ね、気にならない位置にあるナビのモニターの位置になってます。 ステアリング周りですね状態非常に綺麗です全くステアリングのするなどもなくまだまだ綺麗な状態ですで、こちらシフトチェンジする際は真ん中にあるのではなくコラムシフトになってますこちら右のレバーですねこちらを動かしていただくとギアがチェンジしますまず上にずらしますとリバースギア入りましてバックカメラ連動しますこれもステアリングを回すとこういう風にラインが移動して 駐車のアシストをしてくれるような形になりますねはい。であとはドライブ入れてこちらで、えー、フ,フロントのカメラも付いているような形です、はい、なので SUV なのでちょっと車高が高い分ですね、えー、ボンネットの前、えー、車の前方部分の下に、えー、小さいお子様ですとかあとは、えー、犬ですとか猫ですとか動物がいる際も フロントののカメラでででちゃんと障害物を確認できまますすこういいった安全性もついておりますあとはなんといってもこちら、ですねえこのお車からベンツの急速オートマを積んでいるお車でございますので今までベンツは 7G トロニックと言われる7速のオートマが主流だったんですけれどもこちらは 9G トロニック急速オートマを使用しておりますので高速走行もですねかなり燃費運転ができて経済的にもいい車になっています。 ナビの操作のところはですねこちらでタッチパネルで動かすんですけれどもこのような形でテレビのチャンネルも動かせますしナビもここで作動するような仕組みになってます、はいはい、では次ですねこちらの走行モードを変更できるスイッチの方をご説明させていただきます こちらですね、エコモードと上にずらしますとコンフォートモードそしてスポーツモードスポーツプラスモードあとはインディビジュアルといいまして皆様、ですね、オーナー様の好きなセッティングに設定できるモードになっていますスポーツプラスモードスポーツモードですとエンジンの回転数がです、ね、かなり上まで引っ張るような形になってましてよりスポーツ走行できます。 コンフォートモードは非常にマイルドな走り味になりまして一般的に使用される時のモードですねで。エコモードはなるべく燃費走行されたい方,のとの方がエコモード設定されて走るような形になります。はい、全体的に非常に良好状態良好ですしまだ匂いもです、ね、新車の匂いがちょっとするような。 車ですのでとてもですね快適に乗れる車だと思いますはいそれではこちらのお車はですねレーダース f t パッケージ装備されておりますしあとはフロントとリアの席にどちらもシートヒーターが付いていたりですとかかなり装備満載メリットだらけのお車でございますメルセデスケアの新車保証も平成31年の1月まで残っているお車ですのでご安心してお乗りいただけます えー、GLC250 スポーツ、えー、走行5000キロ、ぜひお問い合わせをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました